では地震被害のある被災地では今後雨や雪が降る日がありそうですね。そうなんですね。この向こう1週間はたびたびこの寒気の影響を受ける見込みでして、まあ、北陸でも雨や雪の降る天気というのがね、たびたびやってくることになりそうなんです、はい、でまずこちら1週間の天気図ご覧ください。向こう1週間の特徴ですけれども、まあ、明日土曜日までが冬型で、北陸あるいは北日本の日本海側中心に雪雨が降ります。はい、ただ日曜日もう大きな高気圧で一旦冬型緩むんですが、また月曜日から火曜日にかけて再び冬型気圧配置が強まるということになりそうです。はい、でこの月曜日火曜日に入ってくる上空寒気の強さを見ますと、これ1月16日の上空1500メートル付近の温度の予想になります。はい、この1月16日の寒気、この紫の線が、ね、1500メートル付近でマイナス6度線です。今回よりも強く太平洋側の方までこれ平地の雨を雪に変える目安が南下する見込みですし、はい、このピンクの線がこれマイナス12度ラインなんですね。これね、大雪になることもある、まあ、そういった目安となります。これが北日本を広く覆います。はい、北日本のほか北陸方面も、ね、これは平地でも広く雪になるということが想定されます。はい、で天気アイコンでまとめて見てみますと、はい、まあ、北陸も次の月曜日火曜日、平地でも雪が想定されます。北海道や東北の日本海側についても雪が降りやすく、一部太平洋側でも降るというのがこの月火になります。でここで冬型のピークということを迎える見込みですね。はい、で次天気崩れるのが今度木曜日金曜日です。これは再び日本海から伸びてくる前線の影響を受けて、はい、やはり日本海側中心に雨が降る予想でして、うん、これまでの地震で地盤が緩んでいる可能性があるエリアでは土砂災害にどうぞ十分お気をつけください。はい、で最後に気温です。気温に関しては、まあ、冬型が強まる次の週明けのタイミングで気温上がりにくくなる見込みです。はい、まあ、札幌ですと一日中氷点下の真冬日というのがやってきますね。で金沢も5度までしか上がりません。はい、まあ、東京大阪なども最高気温1桁となる見込みですので、まあ、このあたりの寒さが一つピークです。まあ、体調管理などには十分お気をつけください。うん、はい、最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご覧いただけます。